お疲れ様です。ですね、台風来ますね。台風来て、会社でね、泊まることにな、会社の方で泊まることに泊まって、仕事しないといけないということでね、ほんま泊まりたくないわ。でもいいんすよ、泊まっても別にね。いいんすよ。もう勝手に外出て行って、プッカー台風の時のプッカー台、ね。台風。でも危ないかな。帰られ、家帰られ。まあいいや、もう。皆さんね、台風の中でお休みされる方もおられると思いますが、私のとこは台風でも仕事行かないといけないので、致し方ございません。で、今回はね、カッターシャツ。今の若い子たちは知らないのかな？若い子の社員さんで、おい、カッターシャツ言うたんですよ。おう、カッターシャツ着てるねって。カッターシャツ持ってるんかいなっていう話だったら、日の丸さん、カッターシャツって何ですかって。すんげえ恥ずかしい。今時カッターシャツって言わないんですよね。わかんなかったみたいらしいんですよ。カッターシャツって何ですかって。わ からんかな。でももうその若い子たちはもうカッターシャツっていう言葉すらもね、多分おそらくね、わかんないと思うわけなんですよ。まあ要はボタンシャツですよ。ドレスシャツとか、オックスフォードシャツとか、今、洒落た感じの言葉があるじゃないですか。昔はカッターシャツって言ってたんですけどね、私も。まあ、そんなこんなで話は盛り上がったわけなんですよ。たかがカッターシャツっていう、キーワードがですね、若い子たちにはやっぱわからないのかなということで、それでなんか聞いたこと、親とかにもなんか聞いたことないの？カッターシャツとかっていう言葉を聞きましてね。な、聞いたことございません、言い張るんでね。ああ、そうなんだ、言うて。みんなカッターシャツ言うてたよ、言うて。昔はな、言うて。で、今何、どんな言葉使うの？って言うて。どんな言葉使うの？言うたら、リクルードシャツとか、なんかボタンダウンシャツとか、まあ私も知ってるんですよ。オックスフォードシャツとか、ドレスシャツとかでしょって言い返せばね。スーツに着るものですよ。それをね、若い子たちと話すことによって、まあ新入社員の方と話すことによってね、今の時代はカッターシャツが通じないんだなってね。思うわけなんですけどもね。皆さんどうですかね？カッターシャツってどうですか？聞いたことございます？あるでしょ？ 40 代の方だったら絶対わかると思う。カッターシャツって。わからない人もいてるかな？今着てるようなもんですよ。でもね、そういったことで、時代を 時代を、なんだろう。もうどう説明したらいいのかな。もう時代が違うのかなっていうことと、もうこのカッターシャツっていう言葉自体が、もう、世間の世の中には、ああ、もう昔の言葉の昭和の 昭和の言葉だったのかなっていうね、ちょっとさ、私もちょっと寂しいんですよ、心の中では。でも心の中で寂しいんですけども、カッターシャツを知らないと、言われたらすげえ恥ずかしくなっちゃったわけなんですよ。ああ、もうこれ、こいつはもう絶対言うてると思う。うわ、昭和の人間いてるって。絶対言われてると思う、陰口で。
なんだかな。たかがカッターシャツですよ。その言葉を知らないということはもう時代が変わったんでしょう。でそのもう一人の上司の方が、そうそうそう、カッターシャツか、みんなカッターシャツって言ってたよってね、今の子らはカッターシャツって知らないんだなっていう話をしてて、でそんなことありえるかなと思って、でも今はみんなボタンシャツとかそういった言葉使うんでしょうけどもねっていう話に、まあいろいろとそのたったカッターシャツという言葉だけでこんだけ話が盛り上がるっていうようなね、そういったこともある意味ね、ファッションの、まあファッションで言い方は変ですけども、その当時昭和の時に喋ってた言葉が今令和ですか、令和になってから平成もそうだったな、なんかおったな、そうやつもカッターシャツが死にませんっていうやつもいてた。で女性の上司の方でもみんな知ってる、カッターシャツっていう言葉は知ってる。でもやっぱり今の若い子の、あの子たちとは、カッターシャツを知らないということでね、ちょっと寂しい話でもございますが、今回はカッターシャツのことについてですね、動画アップロードいたしました。いやだなぁ、泊まって仕事すんのもうしんどいわ。台風が来なければ別にね、泊まることもなかったんですけども、致し方はございません。で今回はね、長々となっちゃいましたが、もう短い動画を終わらせたいと思っておりますので、皆さんどうですかね、カッターシャツっていう言葉ね、ご存知の方おられましたら、またぜひともコメント欄でお待ちしております。今回はカッターシャツのことについてですよ。それでもあんだけ話盛り上がったら本当面白い。やっぱ若い子たちに知っていただきたいって気持ちもまああるんですけども、それもカッターシャツっていう言葉自体がもう忘れ去られて、ちょっと寂しい思いとちょっと恥ずかしい今になって恥ずかしい、感触をね、感覚を、なりましたが、そういったこんなんでね、またこういった動画もねたまにはいいのかなっていうことでね、もしね、カッターシャツってね、分かる方がおられましたらコメント欄をお待ちしております。分からなければ分かりませんとコメント欄もください。それでは失礼いたします。長々とありがとうございました。ありがとう。あ、大変だ台風。いやだ、行きたくねえ。失礼いたします。